新しい風は吹くか、武器に願いを実況、刹那圭介でいきます。新しい風を吹くか、また言ったな。いや、だってそんなこと言いたくなるぐらいにさ、なんかパターン決まってきてるもん。なんか面白いもんないかな。面白いもんないかな。ボブ。ボブって名前、なんかマッチョなイメージあるけどさ、剣使わずに戦いそうなに投げたで。普通に切りかかばればいいのに、投げたでよ。そうやな。古速な遠距離手段、オダってや、オダ。遠距離手段、オダで遠距離手段ってもうなんか、オダ信長でないか。鉄砲じゃないんだ、鉄砲じゃ。エブディ。エブディ、流し切りやって。かっこいいね。エブディ、ギリー。エブシ流し切り。もう意味わからんこと言うよな。もうちょいダメージが欲しいな。そのためにもう、強い武器を売りたいところなんやけど、相変わらずロングソードとフリーズブレイド攻めしかできん気がするんよな。変化球一回入れてみてもいいんやけど、多分売れんと思うのよねって感じです。というわけで行きましょう、今日も。今日はレジがおらんけんな、レジ係が。雇ってないからね。難しいっすよ。ほら、もう汚れだ、汚れだ、汚れ早いわ。あ、待って、待って、レジ。あ、フリーズブレードだよ、読みだろ。早っ、フリーズブレード開幕売れただよ。回転早々。おーし、もうちょい、いろんな武器置いていきたいんやけどな。あ、ほら、これ、今見たでしょ。何も取らずに帰っていった人。この人が何を目指してっていうか何を目的で武器や立ち寄ったんやら。すごい気になるよね。それをちょっと明らかにするためにも、置ける武器の数を増やしたいところな。お、結構フリーズブレード売れよらん？一応トレンド通りにないようやな。これをフリーズブレード以外の属性付きの武器にしたらどうなるかっていうのもちょっと見物では、ロングソード3つになってるよ、見たら。やりじゃ。ちょっと挑戦してみようか。バスタードソード。槍の間にバスタードソード置いたらどうなるか、パターンのやつ。あ、どうもならんと思うわ。どうもならんと思うな。ロングソードとフリーズブレード攻めが、ウェーブができるよ、そういうんで、ね。お客様のウェーブが。おっとっと、ああ、もうぐちゃぐちゃってなった、今。わかった、槍にしますぜ、槍に。多分、もうちょいなんか売り、なんかトレンド変わってほしいな。なんか、フリーズブレイズじゃなくてもいいけど、なんか別の武器に変わったりせんかな。そうでもせんかったら、なんか、変わり映えのない毎日を過ごすことになるんよな、俺。実況的にもちょっとなんか、それは辛いぞ。閉店したらダメ。ほら、ぐじゃぐじゃって何回も来るもんな。何を求めてぐじゃぐじゃなんかわからんよ。こう3種類の、どれでも興味ないみたいな感じらしいけど。もうちょい上級な武器、一応持っとんやけど、それが何かっていうのがわからんかったら、置くリスクがでかいと思うよね。案の定、あ、今日は駆け込みで入ってくる人おらんかったな。売り上げ伸びないな。猫をさ、武器のとこに入れてさ、誰か寄ってくるかさ、見てみたりせんかな。猫連れて行ったらちょっと俺泣くけどな。主婦、どうすればいい俺。うん。ああ、なんか、ようやく逃げたになったよ。どうでもいいや。少しだけ汚れにくくなったって言うけどさ、全然汚れるよな。
結構あちこち走り回されるぐらいには汚れるんよな。そんなん買いよったら俺のお金がパンクする。パンクじゃないわ、厳しいもんな財政が。とりあえずもういつも通り鉱材を洗いく買いましょう。ロングソード5本になってきた。ヤリーはまだ12本あれば十分。フリーズブレードじゃん。アイス石器がちょっと減ってきたけん補充か。4個、よし。それで増築がしたいんよな、けどまだお金が厳しいんよな。コンサルティングを頼みます。お金がちょっと厳しいです。トレンド変わってほしいんやけどな。あらら、この辺が全部密になってしまった。その代わりバスタードソードがちょっと売れやすくなって、ロングサンダースピアとアイスランスか。この2つ作れたっけな。そんでもってた、つまりもう次の日からはフリーズブレイドじゃなくてバスタードソードを置いていけって感じか。バスタードソードか。フリーズブレイドの方は良かったなこれ。だってた高く売れるもん。ロングスピア持ってないもん。これちょっとさ、ちょっとな、負け惜しみで入って言うたらどうなる。持っていないようですとかさらっと言われた。こいつにも入って、そうですか、そうですか、ごめんよ。こいつら、もうちょいなんかいろんな話してくれ。いろんな話してくれ。あら、武器屋さん。あ、お前もか。とうとうお前も一緒のこと話し始めたか。このカリルーンを何度かして、ちょっと、一大チャンスっていうか、一大の挑戦をやってみる？ちょっと挑戦でもやってみる？やってみようか。挑戦っていうのはつまりあれですよ、まあ、この人にお金を借りるじゃないですか。でもって借りて増えたお金で増築いけるかな。これで売れる武器の数が増えたら別になんか元は取れると思うんやけど、どうだろう。まあ、それにしたってさ、なかなか売れんけんね。なんかいろんな種類は、ダークルピーの会員か、現在の割引率は 100% だ。おい、そういうんはさ、やめとくにはただより高いものはないってやつですな。つまりまあ次の日が増築された状態で始まるってことかな。教授って言おったし、ただあのおっさん教授にどうやって増築させるんや。もうそんなん劇的なんちゃらっていうやつでも無理やな。劇的っつうかもう突然変や、もうそんな。まあ、いいや。そうだね。でもってバスタードソードなんよね、問題。あ、10本あればいいや。フリーズブレイドも、ちょっとトレンドは下がってきたけど、一応作っておく程度には作っておきましょう。アイスランス持っとんで、アイスランス作れるで。ところであの商人が欲しがっとったのは何だったっけ。ロングスピアだったかな。まあ素材足らんのかやけど、サンダースピアか。そのサンダースピアを作るのはアイスランスか。うん、わーい、もう限界まで作っちゃえ。もう考えなし。まあ売れればいいんですよって言いたいだけだけど、売れんのよな。さて、まあこの辺を作るためにはダマスカス鋼がいるんよな。所持数3つ、これな、ダマスカス鋼。まあそんなもんか。めっちゃ走るよこいつ。何があったん。餌はあげんぞ。
追い込め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 、本当そこに何かあるんちゃうんか。前もそこにたま走っていたような気がするけど、まあいいや、もうあえて、お前そんな走るな、まあいいや。さて明日が楽しみ、増築されたちょっと広くなった鍛冶屋も見れるわけですよ。はい、あ、そっか、だからこいつもこんなに興奮しとんか。明日広くなったところを見たいけんさ。あ、そういうこと、うん、その気持ちわかる。うん、というわけで今回はこの辺で、まあ何にせよ明日の楽しみに、仕上げ